一郎さんを過去に送り届けてください。いいよ、乗りたくねえよ。プロジェクトは政府公認ですが、現段階で試運転は極秘裏に行われています。土曜日の一便のみです。土曜日、行きは早朝4時55分、帰りは3時55分。息子が忘れないように時刻表に書き足し、テープで隠したそうです。搭乗者は私の妻子を含め現時点で延べ50人、事前に顔認証システムで登録しています。え、じゃあなんで俺は乗れたの？それがですね、顔認証システムを構築する際のサンプルとして先生の写真を使わせていただいたんです。